アルドール反応一般式、アルドール反応は、アルァイに水素を持つ、カルボニル化合物が、アルデヒド、または、ケトンと反応して、ベータヒドロキシカルボニル化合物が生成する反応で、嗅覚不加反応の一つ。アルデヒド同士が、この反応を起こすと、アルドールを生成することから、この名で呼ばれる。 ダッタン人の踊りで有名な歌劇、イーゴリコーを作曲したアレクサンドル・ボロディンが最初に発見したと考えられている。アルファ水素を持つカルボニル化合物がアルデヒド、またはケトンである、アルドール反応では酸、または塩基が触媒として用いられる。アルファ水素を持つカルボニル化合物がエステルやアミドである、アルドール反応では リチウムジーソプロピルアミドのような強塩基が触媒として用いられる。酸触媒を用いた場合や塩基触媒で温度が高い場合で生成した β、ヒドロキシカルボニル化合物のアルファ水素がある場合、引き続いて脱水反応が起こりアルファ、β 不法はカルボニル化合物が生成する。この脱水反応まで起こってエノンが生成した場合、この一連の反応をアルドール縮合という。 反応は以下の気候で進行する。三触媒の場合には、ケトエノール互い変異性が加速されて、エノールが容易に生成するようになる。生成したエノールのアルファ炭素がアルデヒド、またはケトンに嗅覚付加する。プロトン化されたままの形のカルボニル元から生成したアルコキシドに、プロトンが分子内で移動する。塩基触媒の場合には、カルボニル元のアルファアイのプロトンが、 塩基に引き抜かれ、エノラートアニオンが生成する。生成したエノラートアニオンのアルファ炭素がアルデヒド、またはケトンに、嗅覚孵化する。生成したアルコキシドが、プロトン化された塩基からプロトンを受け取って、塩基触媒が再生する。異なる2種のアルデヒド、または、ケトンの間で、アルドール反応を行う場合には特に交差、アルドール反応と呼ぶ。この場合、 単純に2種類のカルボニル化合物を混ぜておいて、触媒を添加すると、それぞれのアルデヒド、またはケトンからエノラートアニオンが生成し、それぞれのアルデヒド、またはケトンに孵化するので、多種類の生成物が得られてきてしまう。このような場合には、リチウムジーソプロピルアミドのような強塩基中に、低温下でエノラートに変換したいカルボニル化合物を、滴下して、完全に、 エノラートに変換した後、孵化させたいカルボニル化合物を適化して、アルドール反応を起こす方法やエノラートに変換する、代わりに二級アミンと縮合させて、エナミンとし、これをエノラートの代わりにして反応させた後、アミンを脱離させる方法などが用いられる。エステルやアミドをアルデヒドやケトンに付加させる、アルドール反応を行う場合、アルデヒドやケトンのカルボニル元のアルファイに水素が、 あると、アルデヒドやケトンの酸性度が、エステルやアミドの酸性度よりも高いために、アルデヒドやケトンの方から優先的に、エノラートが発生して、アルドール反応を起こしてしまう。そのため、この場合も、蒸気と同様にリチウムジーソプロピルアミドのような強、塩気中に低温化で、エステルやアミドを適化して、完全に、エノラートに変換した後に、アルデヒドやケトンを加える必要がある。 最近では安全、安価で、なおかつ不正点の制御をほぼ完全に行える、触媒として、プロリンが注目を集めている。二重結合が三地間のエノラートがアルデヒドに孵化する、場合を考える。この時生成物のベータ、ヒドルキシカルボニル化合物は、カルボニル元のアルファに一つの地間基を持つので、二種類のジアステレオマーが存在する。 この生成物のカルボニル元の炭素とヒドロキシ元の炭素を含む鎖をジグザグ型に描いた時にアルファ命換気と水酸元が同じ側に出ているものを身体反対側に出ているものをアンチというアルトール反応の繊維状態モデルとしては1957年にハワード・ジ・マーマンとマージョリート・トラックスラーが提唱したものがよく持ち出されこれを ジマーマントラックスラーモデルという。これは、エノラートの体温が負荷しようとしているカルボニル元の酸素にも配位して6因間の椅子型シクロヘキサンに類似した形をとっているものである。この繊維状態モデルにおいては、負荷を受けるアルデヒド元の置換器は必ずにエカトリア類を取る方が有利である。そのためエノラートの機械性によって どちらのアルドールが生成するかが決定される。すなわちエノラートからは身体が、エノラートからはアンチ体が得られることになる。このため立体選択的なアルドール反応を行うには生成するエノラートの機械性を制御することが重要となる。これは溶媒や触媒を変更することなどによりある程度可能であるが完全ではない。しかしエノラートそのものを単理して 一方の機械生体だけを生成して取り出すのはエノラートが水分などに対して不安定なため困難である。そこでエノラートをその機械性を保ったまま安定な誘導体として生成し反応させるときに再びエノラートに戻して反応させる手法が開発された。この種の安定な誘導体の代表がシリルエノールエーテルである。 シリルエノールエーテルは低温化でメチルリチウムを作用させるとその機械性を保ったままエノラートに戻すことができる。新たに有機される立体化学は機質であるエノラートとアルデヒドの構造、類子酸もしくは塩基の選択、溶媒、反応温度及び反応時間により支配される。これらの因子を最適化することにより望むジアステレオマーの選択性を向上させることが 可能であり、時として、単一性生成物として得られることもある。また、シリルエノールエーテルを、エノラートに戻さず、直接アルデヒドやケトンと反応させることも可能である。この場合には、ルイス酸が触媒として使用される。この方法は、向山光つ明によって開発されたことから向山、アルドール反応と呼んでいる。 モチールルイス酸にキラルな肺異子を結合させて、キラルなベータ、ヒドロキシカルボニル化合物を得る不正高山アルドール、反応も多く報告されている。また、不正アルドール反応としては、デビッド・エヴァンスらにより開発されたキラルな、オキサゾリジノンアミドの放素、エノラー糖を利用する方法が有名である。カルボニル化合物以外にアルファマイナイに水素を持つ、ニトロ化合物も塩基性条件で、 アルデヒドやケトンに対して不加反応を行う。生成物は β ヒドロキシニトロ化合物である。通常、脱水反応は起こらないので、脱水反応を起こしたい場合には、ヒドロキシ元をスルホニルクロリドと反応させるなどして、脱離しやすくしてから塩基で処理する必要がある。この反応をニトロアルドール反応、またはヘンリー反応という。ニトロ元は、 非常に電子吸引き性が強いため、アミンなどの弱塩基によるアニオン生成が可能である。旧電子種に1、2不法分かるボニル化合物に対しては、強薬不可反応を起こす。またこの場合、生じたエノラートアニオンが気質である、ニトロアルカンのニトロキリン節のプロトンを引き抜き、エノラートが生じるため、塩基は触媒量で反応が完結することが特徴である。 ありがとうございます。